楽しかったですね、なんか素敵な空間でしたよね、ね本当に。あったかかったですね、ううまさか僕、あの誕生日って言ったら、そのまま誕生日一生って入ってきたの、めっちゃ受けました<笑><笑> <laughs>、なんか誕生日一生、めっちゃ話してくれるなと思って、<笑><笑>なんかそんな共通点も見えつつの、こラムセッションみたいな、すごい良かったなって、めっちゃ楽しかったですね、楽しかった。という,うん、うん かこう W X Y の時はこうお互い真ん中にいてナイトダンスの時はこう端に行ったりとかなんかなんだろうどっちもの曲のなんかこう良さがこう引き出るようなうパフォーマンスになっていたのかなってことはすごく思いましたね対比みたいにそうですねしてましたねまずやっぱこう一緒に歌わせていただいて本当にあの 谷さんって多分めちゃめちゃうまいからかなんかこう難しく見せないと思って歌ってみたらむずすぎると思っていやいやそんななことない <laughs> それはもうお互いにやりますよお互いにやる<ほ>本当にだからもうボーカルテクニックあっての楽曲でもあるしかつやっぱり本当にでもなんかこう耳に残って口で冷たくなってなんかそういったものをこう今回歌ってみてすごく思ったのですごく今回あの本当に一緒にすることで勉強になりましたねすごいい嬉ししめっちゃ勉強になりました 今瀬くんあこういう MC するんだとか <laughs> なんかあめちゃめちゃ結構上げてくじゃんとかなんかすごいめちゃめちゃゃるよね <laughs> 煽りとかもすごいあの出演者の人のこうエピソードとかも交えつつすげえ上手だなって思いつつそのファルセットとかもすごい綺麗だし僕あんな綺麗に出ないと思ってなんかこう同じ誕生日とはいえあの。 ちょっとだけ僕上なんですけども <laughs> もうすごいあの学ばせていただくことが今日たくさんありました <laughs> ありがとうございますありがとうございますステージってまあそのソロでとやっぱりいつも一人で歌って、まあ、バンドメンバーも一緒にいて顔合わせたりとか、うん、おーみたいなことをしたりするじゃないですかでもやっぱなんかなかなかこう歌を誰かとってことはなくてなんかやっぱりすごい素敵っすよねんなんか気持ちがいいだってカラオケとかも行かないもんねだってで、ね、そうっすね 僕もあんまえ行きます？普段行かないです。行かない。いないですか？なんかそういった意味でもなんかすごい素敵なんかハッピーな気持ちにすごいなります。楽しいですね。うん。か<は>カバーとかやります？カバーもそんたまにやらせていただくことがあるんですけど、なんかめちゃくちゃこうたくさんカバーとかをする方でもないので、うん、なんかこういう機会をもらってこう誰かの曲を歌うっていうのが結構多くて、うん、なんか僕はなんかそういうのが。 あの、自分が歌ったことない曲を歌えるっていうのも、なんかすごくいいところかな。って、うん、思ってます。チャレンジしてみたら <laughs>。セッション、セッションしながら。公開スマブラしながら歌う。やりたいな。あのサービス映像、でっかい。やつでかに。どこでやりたいですね。ああ、とかにる。<laughs> 確かに。そうですね。まあ、でも、真面目な話。<laughs> 他のね曲とかでもコラボしてみたいですしすやりたいですねそれこそなんかね<う>あのまたカバーとかじゃなくて<あ>お互いのカバーとかじゃなくてそれが一番やっぱ熱いっすよね一緒に作って一緒にできたらいいな,ーな,なか色とかはもう最高っすよね思いま,すまあ本当にこになかなかこう見ることができない特別なこうコラボになってると思いますのでぜひこちら、えー、皆さんねこのオープンマイクセッション要チェックです。 僕たちの,あの熱いコラボライブが見れると思いますのでぜひぜひお見逃しなくよろしくお願いします。